うっぺーラムネ、はい、今ですね深夜12時54分ですね深夜12時54分、はい R、のーっと4月2日になりましたね、えー、4月1日24時間限定で R の試行の方を販売していたんですけれども終わりました、はい、最後はね23時59分。 にお申し込みいただいた方もいらっしゃってギリギリでですね。まあちょっと後半結構立て続けでお申し込みいただきまして、まあ、ちょっと遅くなっちゃったんですけども、メールの方はあの全部お送りしてます。はい、今回お申し込みしていただいた方にですね、ご案内メール送ってますので、件名は重要 R の思考、重要件名重要 R の思考についてみたいな感じでメールを送りましたのでご確認ください。でもしですよ。 まあいついつ送ってるんですけどもしメールが届いて迷惑フォルダーもちょっとご確認いただいてまあもしメール届いてないっていう場合はちょっとお対い,いただければなと思います。吉谷拓郎公式ブログの方からお対してください。多分ね届くとは思うんですけどもいついつ送ってるんで。はい。で今回ですねあの結構ねあの嬉しかったのがなんかあの吉谷さんのなんかあの「いつも聞いてます」みたいな。 ご,しん,ごしんきだよな,なんかあのごんきさんがありがとうございますはいなんかいつもラジオ代わりに聞いていただいてるみたいなあのお声もいただきましたありがとうございます、うん、まああとねいろいろとねご意見書いていただいてたんですけども、まあ、今回のね「あるの思考」はね本当にあにギュギュって詰め込んでますのでまあ何度も何度も聞いてほしいなと思います僕自身もも今こうやってできるのも まあマインドがあるからですね。うん、マインドがあるからというかマインドがなかったんですよね。マインドってかその考え方ですよね。なんだ？あああるねちょっとほら考え方ね。どうですかこういう本買ったことあります？こう稲森和夫さんちょっとお亡くなりになられましたけど、僕がね生きててねこんな本買うような人じゃなかったですからね。そう。 そそもそも考え方ねは買います買わんでしょ普通に生きてたら普通に生きてたらねじゃあ普通に生きてたらというか,なんかネットビジネスで稼ぐみたいな,なんかそれでここ勉強あんましないと思うんですよ。そうねあとねあれもありますからねほらあのすいませんこれちょっとあのお寺さんの本なんですけど。 心とはね、ネットビジネスなんか儲かるぞみたいなね、この本読まんでしょう。心どうですか。読みます？読まないっすよね <laughs>。まあ読まないですね。はい、まあ、まあ、マインドありますよ。王様マインド、奴隷マインドとかね。<laughs> 王様マインド、奴隷マインドとかありますよ。 いやーでもね、あのーまあ、いっぱい本もありますけども、まあ、僕もね良かったなと思うのはビジネスを通していろいろ発展できたんでなんかそのネットビジネスで稼ぐまるで稼ぐみたいなだけのフレームだったら絶対あんな本買ってないですからまるで稼ぐとかのフレームだったら。もうもうありとあらゆるのだからもうすげー広がったんで。 多分ね普通の人が読まないようなジャンルの本も読んでるのでだってさっきの本も絶対読まないじゃないですかどうですか多分あとの普通の人が読まないような本あるかなそのネットでネットで稼げる税的なまあこれもまあまあ有名な本だけどこれも読まんよなうんなんかあの多分読まないだろうなっていう本がいっぱいあるかな まあ、ナポレオンヒルもね、勉強しましたけども。そう。まあ、これはでもベターか。あ、これはまあ、絶対いかんな。これは絶対いかんだろう。これ絶対いかんでしょ。三輪ワ、三輪さんいきますか三輪さんまで行っちゃうよ。明るい明日を落とすから。三輪までいかんでしょ。ネットビジネスで〇〇で稼げるみたいな。三輪まではいかんぞ。そう。 まあ,あとこ、ね、のねんだ松下幸之助さんとかね松下幸之助さんとかはまあまあ鉄板ですけどもそう三輪明宏はいかんでしょうあとおあのあれもあったなこれもいかんだろうみたいなのもあるでしょうねああこれもいかんなこれもね男だったらいかんでしょう 男だ男,男でネットで稼げるっていう人がこの本絶対買わんよいい女ブート女を磨く言葉買わんでしょ男だからね裾の広くないですか僕裾裾の広いでしょこの女を磨く言葉これいいですよめちゃくちゃいいそうめちゃくちゃいい言葉です まあいかんねあとねとあの,この松下さんとかね松下幸之助さんなんかも365日ですからね松下幸之助365日ですよ金百365日まあネットビジネスでまるで稼げる AI で稼げるみたいなね絶対いかんでしょ365日松下幸之助いかんよね <laughs> <laughs> いかんないかんぞよ まあ、あとね何すかねあとなんかまあいっぱいありますけどねそうそううんあこれもまあこれもマニアックですねこれもこれもすごいマニアックですけど船井総研船井総研コンサルティング会社で上場した船井総研です、はい、船井さん人類,人類と地球のアセッションいきます 船井総研、船井さん。船井さんぶっ飛んでんですよね。船井総研。知ってますか、船井総研。<laughs> まあまあまあ、とりあえずね、あのいろいろ勉強してきまして、それをギュギュッと、もうギュギュッと絞りに絞ったやつですから、ねこんな勉強しなくても、それをもうギュギュッと絞ってるので、なかなかあのいいと思いますよ。 できるだけね、あと分かりやすくね、解説もしてますので。はい、で、えっと、メールの方でも <laughs>、喋ってるとね、まだちょっと咳でいるんですけど、あのメールの方で、えっとその、入金したらご連絡くださいっていうの、メールでも記載してますけどもあの、入金したらね、ご連絡の方お待ちしております。ルルちゃん、お待ちしてますって。あっ、あるルルちゃん、ルルちゃん。 ううう,う,うはいお待ちしておりますお待ちしておりますあの一部はルルちゃんの飯台に消えますんでよろしくお願いしますどうもありがとうございますいたいたいたはいあの,あの何度も聞いてねすり込んでいただきたいなと思います そうはい、ということでちょっとね。深夜遅くメール打ってる方結構多いんですけども。あのご確認いただければなと思います。件名が重要。r の思考についてで送ってますんで、よろしくお願いします。はい。では。